6、日本人は宇宙人にも関係している。過去に宇宙人関連で発生した大事件といえばロズウェル事件が有名ですよね。この事件では3体の宇宙人が回収されたと言われています。宇宙人の亡骸はアメリカで検視が行われましたが、その結果とんでもないことが判明しました。皆さんはヤップ遺伝子ってご存知でしょうか。いわゆる親切遺伝子とも言われているもので、日本人の5000万人から6000万人が持っているとされています。しかもこの遺伝子を持っているのは日本人が一番多く、他にチベットやアンダマン諸島などの限られた場所で確認されています。日本人独特の親切心や勤勉さにも大いに関係しているみたいですね。かなり限られた遺伝子ですが、実はこの遺伝子はある意外な場所からも発見されており、なんと先ほどのロズウェル事件で回収された宇宙人にもヤップ遺伝子を持っていたとかいないとか。また宇宙人といえばグレイですよね。グレイは目が大きく黒いのが特徴ですが、実はシュメール人って目が黒くて大きいんです。しかも縄文人は今よりもっと目が大きかったと言われているんですよね。これは似ていると言わざるを得ません。思わぬ共通点が発覚しましたが、果たしてこれは偶然なのでしょうか。もしかしたら日本人自体、宇宙人が作った家、宇宙人そのものなのかもしれません。